ジーとビオラの寄せ植えをしよう。あまり綺麗じゃない。なんで塾長。はい、どうもこんにちは。始まりました、農業塾チャンネル。はい、本日も塾長がお送りしたいと思います。皆さん、農業ライフ楽しんでいるでしょうか。はい、塾長は毎日楽しんでおります。塾長、あ、かかし、塾長、教えてください。どうしたの、かかし。見てください、さっきお花の寄せ植えをしたんですが、なんか塾長が植えてた花みたいにうまく植えれないんです。どうしたら綺麗に寄せ植えをすることができるんですか。塾長、教えてください。おお、かかし、花を植えたんですね。 OK です。実は塾長、こう見えて農業高校時代は草花担当班にいました。ということで、どうしたら綺麗にお花を植えることができるのかというのをご紹介していきたいと思います。やったー。はい、ではフリップカモン。はい、ではね、かかし、お花って言ってもいっぱい種類があるので、今日はこのパンジーを使ってどうしたら綺麗な植え付けができるのかというのを伝授したいと思います。お願いします。では、かかし、かかしが植えたお花、ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、塾長、こちらです。じゃん。おー、なるほど。かかし、このプランター、正面はどっちですか。え、正面？塾長、プランターに正面ってあるんですか？ああ、ごめんごめん。もっとわかりやすく言うね。お客さんが見てもらう方向はどっちかな？あ、そういうことですか。玄関にこう置きたいから、こっち。じゃあ次に、二つ目。お花の面、顔はどこかわかりますか？え、花に顔がある？こんな感じ？塾長、ないですよ。いやいやいや、じゃなくて、お花の一番綺麗な部分どこですか？ああ、綺麗な部分、やっぱり色がついてる、そっちの面ですかね。はい、かかし、ストップ。そうなんです。そこの綺麗な部分がお花の面、顔なんです。あ、こういう感じの顔じゃないんですね。はい、そうなんです。さあ、では3つ目、お花の顔が見つかったら、先ほど1番で決めた正面にこのお花の顔を合わせてください。後ろ向いてるから、こっち。塾長、これどうですか？はい、かかし、素晴らしい。ちょっと、かかしも正面から見てみてください。はい。お、すごい、綺麗になった。はい、そうなんです。実は、これで完成なんです。え、たった3つだけ？そうです、たった3つだけなんです。そして、この基本さえ分かっていれば、皆さん、お家で花壇の寄せ植えするときに、これも一緒です。一番、人が通る方向、そして、人に見てほしい角度、そちらの角度に、このお花の面、顔を合わせてあげると、このように、綺麗な花壇の寄せ植えが完成いたします。塾長、綺麗だ。そうだったんだ。これで僕も寄せ植えマスターですね。
いそうです。あとはね、寄せ植えするときにお花は折れやすかったり花びらが取れちゃうこともありますので、大切に扱ってあげてください。はい、塾長、いやいいこと聞いた。この動画、高評価とチャンネル登録しておきますね。いや、まだチャンネル登録してなかったんかい。はい、ということで本日の動画は以上となります。ぜひこの動画が良ければ皆さんも高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。今後どんどん農業のお得情報、そして農業の知識をこのチャンネルで配信していきますので、応援とご協力よろしくお願いします。この農業塾チャンネルでは全国の農家さん、そして農業をしている方、農業に興味がある方を全力で応援しております。皆さんの農業ライフが楽しいものであるように願っております。はい、ではいつもの挨拶いたしましょう。皆さん準備はよろしいですか？はい、それでは行きます。せーの、まったねー、バイバーイ。塾長、僕にもお花飾り付けてください。これでいい？えい！やったー！これがいわゆる花びらか。バイバーイ。